沢島忠、沢島忠、沢島忠、し、旧字体沢島、1926年5月19日から2018年1月27日は、日本の映画監督、舞台演出家である。時代劇、ひばり映画、及び、東映人狂映画の先駆者、巨匠として知られ、舞台演出家としても活躍していた。沢島正嗣、読みは、同じとも、 滋賀県は愛知郡古都町、現在の東大見市に生まれる。1948年、昭和23年、同志社大学文学部の長校生となり、同大で教えていた、野口明監督に指示、野口の主催する劇団、エランビタールに参加し、演出助手となる。翌年大学を中退する。1950年、昭和25年3月、同劇団が解散。 俳優の月形龍之介の紹介で、東横映画女監督部に入社する。翌年の三者合併で、東横は東映になり、引き続き東映京都撮影所に勤務、牧野正弘、松田貞治、渡辺国夫らに支持する。1955年、昭和30年4月、28歳の時、渡辺国夫監督のスクリプターで、戦前に、 マキの東京派と呼ばれた高松あずまプロダクションの高松と次郎の孫娘にあたる高松福子と結婚する。後に暴れん坊兄弟1960年などの脚本家としてクレジットされる高沢和義は福子との共同ペンネームである。1957年昭和32年に監督昇進忍術午前試合で監督デビューとなる。 1967年、昭和42年、東映との契約を解消、東京映画専属、1971年、昭和46年には、コマプロダクションを売りつ、フリーランスとなる。1977年、昭和52年、巨人軍物語進め、光栄光へ、を最後に、映画監督から退き、舞台演出家として活動する。 また、よろずや金之助主演のテレビドラマの演出も手掛けた。2017年、平成29年3月、長年の活動が日本の映画界に大きな功績を残したとして、日本アカデミー賞第40回特別賞を受賞。晩年は本物の中心蔵を取るんだと、沢島版中心蔵映画の制作2周年を燃やしていたが、2018年、 平成30年1月27日朝、多臓器不全のため、東京都内の病院にて死去。徹底した、娯楽主義の監督、演出家で、老若男女を問わず、楽しめる完成度の高い作品を手堅く仕上げる、職人肌の監督である。全49本の監督作品は、時代劇、ひばり映画、人気映画に対別できる。時代劇では、 初代中村面の女、よろずや金之助の当たり役、一心助けシリーズや、殿様矢まやじきたシリーズなどを手掛けた。また、大友隆太郎の代表作の一つの、う門・鳥物町シリーズの、右門物町固めの狼など二作を監督し、シリーズの作風基礎を作る。ひばり映画では、エリチエミ共演の作品を含めて、多数を手掛けた。ひばりが、 最も信頼した監督でもあり、指名を受けることが多かった。このひばり映画で、東映娯楽時代劇にミュージカルの要素を持ち込んだことでも知られている。ミソラばりの映画シリーズ代表作の一つ、ひばり鳥物町シリーズも最初の2作を手掛けた。またひばりの母、加藤君恵に気に入られたこともあり、新宿駒劇場での座長公演をはじめとして、 ひばり主演の舞台芝居の演出も多く手掛けている。人気映画では、鶴田浩二の代表作の人生劇場シリーズなどを手掛けている。人生劇場美写角は薬剤映画の先駆けとなった作品である。演出家としては年に数本というハイペースで、時代劇を中心に舞台演出を手掛けていた。また、講演会やレトロスペクティブなどでしばしば公の場に姿を、 表している。ミソラヒバリ、加藤君江星に信頼された人物で、家族ぐるみで付き合った。また、よろずや金之助の親友、岡田茂の子分、弟分のような人だった。沢島は、天皇と呼ばれた、渡辺邦を監督に可愛いがられたが、渡辺組のスクリプターで、渡辺の右腕とも言われた、高松福士と、熱烈な恋に落ちた。 当時年間10本の映画を撮り、早撮りの名手として知られた渡辺は、助監督の沢島に高松を持って行かれては、仕事にならないと、劣化のごとく怒り二人の結婚にも反対した。渡辺天皇の激怒にもひるまない二人に、渡辺の後見人のヤクザの大家分まで出てきて、渡辺天皇に逆らったら映画界で生きていけないぞと、脅され、ついに渡辺から破門され、 映画界から去って二人で、シナリオでも書いて生きていこうとした。ここで、何もかも俺に任せろと出てきたのが当時、東映京都撮影所の制作部課長だった、岡田茂。岡田は二人を結婚させて、沢島を萩原良のチーフ女監督に配置転換させ、以降一年半で十六本の萩原作品を担当させた。沢島の現代的センスあふれる。 演出力を岡田に買われ、1957年、忍術午前試合で監督デビュー。1958年、よろずや金之助主演、江戸の名物男、一心助けの死者を見た、加藤君家が、沢島の演出力を高く買い、岡田に、ひばり取物町、かんざし小判の監督に、沢島を起用するよう申し入れ、沢島は初めて、ひばり映画を手掛けた。この映画で、 時代劇ミュージカルをやらせてくださいと岡田に願い出て全員反対する中、岡田がこのアイデアを採用し、それまでの時代劇とは違うスピード展開のミュージカル長、沢島時代劇にしてた。本作は同時期公開された大英のオールスター映画、中心蔵をしのぐヒットを飛ばし、巡洋艦が敵戦艦を破ったと言われた。この映画の成功により、ひばり星に気に入られ、 以降13本のヒバリ映画を任された。ヒバリは、東映京都撮影所での仕事の時は、高級ホテルを乗宿にしていたが、部屋でサンマを焼いて食べ、ホテルから苦情が出て、以後、沢島宅に寝泊まりするようになった。その間、沢島夫妻は、ホテル住まいをした。この後、ヒット作が出せず、部長に陥っていた1963年。 岡田プロデュースによる人生劇場美写格の監督に抜擢され、斬新な演出で大ヒットに導き、以降、10年続いた東映人況路線の先駆けとなった。本作は、沢島、岡田のほか、鶴田浩二、佐久間良子の代表作としても知られる。加藤康氏の代表作として知られる、真田風雲録、1963年は、 福田義之の儀曲の映画化で舞台を見に行った中村金之助がきに入り沢島とのコンビを想定して会社に企画を提出しものであったが沢島が福田と脚本でもめ監督が加藤に交代になった1964年ひばり星が岡田に新宿駒劇場の座長公演の演出を沢島にお願いしたいと無理なんだいを言ってきた新宿駒は 東方系の劇場で、沢島は当時東映と専属契約を結んでおり、他社の仕事は出ない。しつこく頼んでくるので、岡田は弱り果て、やむなく、東方から淡島地陰を東映に借り、その代わり、沢島を新宿駒に貸すというバーター案で話をまとめ、沢島の貸し出しを決めた。三空ひばりは、神戸芸能社が入っていた浅草国際劇場での興行をやめ、 新宿駒劇場の座長公演に切り替えたのだが、加藤君家がこの契約を田岡和夫山口組組長に内緒出てしまい、田岡の激鱗に触れた。新宿駒に移るということは神戸芸能と手を切ることになる。加藤は田岡の怒りを沈めてもらおうと岡田に泣きつき、二人で療養中の田岡を訪ねて何とか田岡の怒りを収めた。沢島は親友。 よろずや金之助ともども、時代劇が大好きで、平和主義者で、愛妻家の沢島は、薬剤映画が嫌いで、撮影所に、暴力団が常時徘徊する雰囲気に耐えられず、さらに岡田が薬剤に加え、エロ路線に切り替えたことから、東映で居場所を失い、東映を退社、東方系の東京映画に移り、以後22年間、亡くなるまでひばりの舞台の脚本演出など、舞台演出を、 主に活躍した。東映の歴史からは消えたが、岡田との指定関係は61年間続き、晩年の岡田の話相手になり、岡田の告別式後の出刊では、古畑康夫、伊藤俊志や柳信良と岡田の筆を担いだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。